よし。いやーでも気持ちいいね。非常に気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいいぞ。はい。こんな感じ。よいしょ。戻ったよ。はい。今ね、後ろにいらっしゃるご夫婦かなの方とお話しさせていただいたら、実は八王子の方でした。うわー、お近くの方がいらっしゃった。なんか嬉しいですね。いやーでも歩いたらね、暑いからさ。今日も使っちゃうよ。ああ涼しい。でちょっとさ、お腹が空いたからさ、じゃじゃーん、ところてん行こうよ、ところてん。しかも2つ行こうよ、2つ。お腹空いちゃったよ。行きましょう。あ、行こうか。なになに、このフィルムは手で剥がれますので、お好みに合わせて加えてくださいということで、水をねちょっと切ってきますわ。やばいぞ、雷の音が鳴ってきたぞ。やべえぞやべえぞ、急げ急げ。急いでもしょうがないけどね、行こう。よし、水を切ってきたぞ。はい、改めまして行こうか。ところてんなんて久々だよ。何年ぶりぐらいだな。でも夏だからさ、なんかスーパーに行ってあったからさ、買ってみようかなと思って買ったんですよ。まあ好きなことは確かなんですけど、久々っすね。よし行こう。ちょっと待って、よし。なんだなんだなんだ。枝が入ってた。よし。これで。よし。いきなり二つ行くってもダメだよね。ちょっと腹で膨れちゃうかこれ。そしたらマスタードちゃんを、こうやって行きますよね。はい。カラシちゃん行った。もう一個行く。よいしょ。やっぱカラシ効いたことないね。で、おつゆがついてたから、これ行こうか。うわ、なんだこれ。あ、よいしょ。よいしょ。うふぅ。うまそうだね。暑い夏には最高かもしれないね。もう一回行こうか。よいしょ。いや、いいね、いいね。トン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 。で、ところてんといったら、青のりでしょう。パラパラパラー、パラパラパラーっと。うわー、清涼感あっていいね。いいね。よいしょ。よいしょ。OK。はいはいはい。はい、ちょうちょ、食べようぜ。さあ、行こうよ、行こうよ。うわ、美味しそうだな、これ。まずいの。まずいのしてさ、買ってさ。いただきます。うわぁ、久々っすよ、俺。めちゃくちゃ久々。行こう。夏キャンプの王様。これだったわ。暑い時これだったわ。ところてんちゃん、あんたがいたか、おい。すげえうまいよ。皆さん、ところてんやばいっすよ、これ。めちゃくちゃうまいぞ。ダン、ダン、ダン、ダンジ。で、喉乾いたからさ、行こうよ。はい、本絞りグレープフルーツ行こう。で、やっぱ氷入れたいよね。行こうよ。はい、おなじみのスタンレーでございますよ。はい、グローラーね、開けますと、はい、これだったら、はい、氷がね、全く溶けてないですよ、きっとね。あれ、なんかおかしかったぞ。どうだったのか。おいおいおい、よいしょ。よかった。ちょっと、これグローラーのすごいところさ、溶けたさ、氷がさ、まだ固まっちゃうんだよ。ああ、ダメだこれ、ダメだこれ。よいしょ。ああ、出ちゃった、出ちゃった。よし、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 あれ、よし。ああ、すげえなこれ、凍っちゃってるよ。よし、どうだ。よし、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 このままでいいか。よいしょ、オッケー。行こうよ、行こうよ。いただきます。うん、最高。あー、喉渇いた。あー、うん、おつまみ作っていきますか。ところてんに続いて次に作るものはこれですよ。じゃじゃーん、山芋なんですが、皆さん見てくださいよ。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかちゃん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 ちゃんちゃんちゃんちゃかちゃん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 
顔に比べて、はいはい、こんな長いですよ、こんな長いですよ。これを使ってさ、なんかやりたいと思います。あとあとでっかいキュウリもいきますよ。俺も結構でかいでしょ。はい、でかいのシリーズでいきましょう。おい、ダン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 ジ。はい、こか。いや、林間サイトだけど周りにねファミキャンでお子さんたちがいるので、ほらもうワイワイですよここは。まあ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 、これにも慣れていきましょうね。よいしょ、行こうよ。これ全部食うわけにはいかねえからさ、まずはさ切っとこうか。これでな、よし、オピデルちゃんでさ切ろうよ。よしよし、知ってる？これぐらいにしとこうかね、とりあえずね、とりあえずこれでいこう。よし、オッケー。で、私ねこれね、山芋ちゃんね、昔居酒屋で働いてた時があったんですよ。働いてたってアルバイトですよ。その時にね、私痒くなるんですよ。それが怖い。とりあえずやろう。はい、じゃあまずはさ皮をねこうやってね剥いていきましょうよ。よし、いきますよ。あんまり触りたくないんだよねこれな。よし、いこうか。よし、うっ、よし、これで、ね、ピーラーでさこうやっていこう。このピーラーいいっすよ、プロ用のピーラーね、あのプラスチックのじゃないやつね。これね意外と剥きやすいっすよ。よいしょ、うわ触りたくねえなこれ、怖えな。はい、じゃあちょっとね手のとこだけはね剥いてないですが、これをねちょっとざく切りにしとこうか。いこう、よいしょ。まずさ輪切りにしますよ。輪切りにしての、あー落っこちゃった救出、救出できないな、ね、これをほとほとでさ、これをさちょっと触りたくねえんだよな、俺かゆくなんだよ本当に。いやいやいや、あと手洗っとこよちょっとよ、ちょっとよ、こうやってやってちょっとさザク切りにね、よいしょー、こういうふうにね切っとこうよ。よいしょとー、オッケー。はい、そしたらこれをシャラカップにね一旦移動しますよ。よいしょとー、うわ触ってるよいしょとー、だ拭いて拭いて、はい拭いて、よいしょ、よっちゃいー、ぬるぬるだ、ぬるね、よし、よいしょとー。はい、そしたら今度はキュウリいきますよ。よし、行こう。キュウリはどうやって切ろうかな。これはじゃあね、これぐらいとこれぐらいで切って、これは後でね食べましょう。そしたらまずはこう切りましょう。よいしょとー、オッケー。もうちょっとさ半分に切っとこうか、こうしとこうか。よいしょとー、オッケーとー。そしたら先ほどのこれに、はい、入れていきますよ。うわ、また落っこっちゃったよ落としてばっかじゃねえかよ。行こうよ、行こうよ、行こうよ。救出はしませんよ、救出はしませんよオッケー。キュウリがちょっと多くなっちゃうから、よし、オッケーと。はい、じゃあここに、はい、刻み生姜いきましょう。いこうぜ。生姜入れるとさ絶対うまいよ、ちょっとたっぷりめね。よい、ちょいちょい、オッケー。で、ごまですよ、定番のごまでございますよ。はいはい、オッケーと。で、醤油でございますよ。醤油をタタカタタタタカタタタタカタタタッと、オッケーと。で、ごま油でしょ、ここにあえてごま油いこうよ。タラーンと、トラーンと、絶対うまいでしょこれ。 OK。 で、さらにさらにラー油ですよ、いきましょう。ちょっとね、はい、 OK。 で、あえて酢をいきましょう。酢をちょっとねかけましょう。チャ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 、 OK、 完成、こうぜ。よし、行こうぜ。で、これはちょっとさ、まぜーの、まぜーの、まぜまぜの、赤ちゃん泣いてんな、赤ちゃん泣いてんなよし、行こうぜ。よいよい、絶対うまいと思うんだよ。よし、山芋うまいね。よいよい間違いない、間違いない
これね、分かった、塩気が欲しい、塩気、塩いこう、塩、よし、塩をさ、ちょっと一つまみパラパラパラーっとで、まぜーの、まぜーの言ってさ、うん、オッケーオッケー、あ、ごま油が効いたね、うん、なかなかこれいいですよ、うん。でさっき余ったきゅうりもさ、味噌につけて食ってかよいただきます、うん、定番のうまさでございます続くていいねこれね、うん、うん、はい、腹も落ち着きましたよ。たまたま取れたねサイトがこちらのね、林間サイトということで、まあ先ほど見に行きましたあの草原の方のねサイトに比べればこちらの方が静かですね。まあでもね、夏休みなんでね、周りにはハミキャンの方々が多くてお子さんも多いのでね、そんなにの声は聞こえております。はい、でね、この後ちょっと焚き火の用意をしていきたいので、ババーン、誕生日プレゼントにご視聴者さんからいただきましたこの斧を使ってちょっと久々にさ薪割りをしていきましょうよ、行こう。ダン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 ジ、火の穴開いちゃうじゃないか、よしよしよし、いい感じいい感じ。はい、午後6時45分でございますよ。あたりは少し暗くなってきました。奇跡的にね、雷と雨がないキャンプでございますよ。俺やっぱ晴れ男じゃない晴れてはねえだろうって話ですけど、それでも助かりました。でね、今火をね起こし始めまして、久々のね焚き火が気持ちいいですね。気温はねだいたい28度ぐらい、涼しいですね。多分下界は結構暑いんじゃないかな。ということで今日はバーン皆さんこれご存知ですか？ダンジを相当ご覧いただいている方じゃないとわからないと思いますが、ダンジのシャープ10で出てきたあの鍋でございますよ。あの時以来1回しか使わなかったやつです。今日はねこの大きいどこにでもあるこの金色の鍋を持ってきました。その理由は、ダンジー